回の動画はですね、ペアトレ、誰かと一緒にできるトレーニングっていうのを中心にご紹介したいと思います。それではご覧ください。どうぞ。ペアトレいかがでしたでしょうか。ですね、まあ、お家で一人でやるのもいいんですけれども、誰かパートナーと一緒にですねやることでモチベーションが上がるというのもあるので、まあ、旦那様だったり、あと奥様だったり、まあ、彼氏さんだったり彼女さんだったり、まあ、このお子さん、大きなお子さんだったりとかですね、みんなでこうコミュニケーションを取りながらできるトレーニングっていうのをご紹介させていただきました。こちらもですね、無理のない程度にゆっくりと自分のペースで大丈夫です。続けていけば結果は必ず見えてきますので、ゆっくりご自身のペースでやってみてください。そしてですね、この動画に関する感想コメントありましたら、こちらの下の方にお願いいたします。リクエストでも何でもいいです、お願いいたします。そしてこの動画いいでと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。